ココカ京都市国際交流会館は、京都市左京区淡田口鳥居町にある国際交流施設、京都市が建設、愛称ココカ、公益財団法人京都市国際交流協会が運営、京都市の市長公舎と東山会館の跡地に市民の国際交流の拠点として設立された。建設の経緯は、 京都市世界文化自由都市推進委員会からの答申、今後における京都市の国際交流のあり方についてに基づき、市民レベルの幅広い国際交流活動を推進するための拠点となる京都市国際交流会館を建設することとなった。同会館は、市政100周年記念事業、平安県と1200年記念事業の一つとして1989年に完成。 2009年の20周年の際に愛称を一般募集し、国際国際交流交流会館会館の頭文字を並べた、ここかが選定される。隣接の和風別館は、京都市国際交流会館建設以前の建物で、あるが、建設後は、京都市国際交流会館の一施設として運用。所在地、京都市左京区淡田口鳥井町2-1。ありがとうございます。